日課深夜放送のテレビ朝日、ロンドンハーツでは、今後の仕事の方向性に悩むタレントにナダルが忖度なしでアドバイスする、ナダル先生のタレント進路相談、第2弾が行われた。俳優竹内涼真の美人妹でタレント竹内穂のか26、が登場。深夜番組で起用されたのがきっかけで、変顔とか下ネタとかを言って、お仕事がもらえるようになった、と説明。 最近はゴールデンの番組も入り、過激具合がわからない、と相談した。下ネタ現金にされちゃうと、私の取り柄がなくなる、と笑わせ、例えば、と聞かれると、使えないと思うんですけど、として、返し、とか言っちゃう、とぶっぱなし。田村厚が、全然使えます、と表せるも、ヨンが入り、ロンハーでもさすがに自粛します、のテロップが入った。 それを使った一発ギャグで爆笑を取り、二度目のー事務所マネージャーからは広告の仕事を見据えて控えてほしいと要望が入るも、ほのかは私は兄の存在があるふん、真逆の方が面白いと思ってもらえると思ってて、下品が飛び出ちゃう、と告白した。兄は、俺の名前を使ってもいいし、自分の個性で出ろ、と言ってくれたと明かす一方で、世間は厳しくて、 兄の顔をけがすな、下品だと言われたり、と告白した。ナダルは、もっともっとお兄ちゃん推しでいいんじゃないか、と助言。下ネタで笑かすって高等技術、離れた方がいい、とし、プライドを持たず、アンチを気にしない姿勢を進めた。最後は、兄のプチ情報を沸かすネタを練習することに。兄はイチボが好きです、と語り、ほのかさんは。と聞かれると、 抜群のタイミングで、下ネタを投下して、三度目のキー。爆笑が起こり、下ネタの加減を覚えましょう、のテロップが入っていた。